吉田さん、手取り14万の人のメカニズム、そうは言ってもね、体調が優れなかったり、疲れやすかったり、まあ、パソコンがなかったりね、なかなか集中力がなかったり、時間が取れなかったり、家族がいたり、会社があったり、いろんな事情があってできないんですよ。どうしましょうかって形なんですよ。まあ、でもできないんだったら、どうアドバイスしてもできないですよね。じゃあ、あなたは、できません。終わりです。お疲れ様でした。っていうことなんじゃないかなと思うんですよ。そしてもう一歩ね、ここで言うなら、例えばね、どうしても体の調子が悪くってできない方、その方を責めるわけではないんですけども、じゃあ5体満足でね、ものすごく元気な人がみんな成功しますかってことなんですよ。ね、すごい充実した体を与えられて、疲れにくい体力があってね、もういつでも活発元気な人がみんな金持ちになってますかってことですよ。今オリンピックやってますけども、オリンピックの選手とか予選にね、出た人とかみんな類まれなる能力、身体能力、アスリートですよ。その一部の人がオリンピックに出て今メダルをね争ってますけども、じゃあオリンピックの代表選手にはなれなかったけども、国体でトップ3に入ったりとかね、インターカレッジで、トップ10に入りました、記録を持ってます、甲子園に行ったことがあります、もう体力は誰にも負けませんね、日体大卒業です。どうですかね、みんな金持ちでみんな不自由な生活を送ってますかね。そこじゃないんですよ。で、うちは、母子家庭でねって方もいらっしゃいますね。確かにその境遇は不利だと思いますけども、じゃあお父さんがいてお母さんがいて、何不自由ない収入がね、例えば年収5、600万、世帯収入7、800万の家庭のお子さんがみんな優秀でみんな成功してますかってことなんですよ。で、与えられた材料がどんなに充実していても、結局はその中心にいるあなたがどんな人生を選んでるかってことなんですよね。何不自由ない暮らしだからハングリー精神が出ないっていうふうな道を選ぶのか、何不自由ない暮らしなんだけども自分だけの道を追求していくんだってことでね、自分の勝負をしていくのか、ね、家とか家柄とか親とかなんとか関係なく自分の勝負をしていくのか。それと同じように、家がね貧乏です、お金ありませんと、もう何も自分には突破するものがありません、ね、運動部に入ろうと思ってもお金かかります、ね、チャンスありません、有名人にも会いに行けないです。そんな方でも、例えばね、学業でいい成績を取って、その橋本徹じゃないですけどもね、母子家庭から勉強だけで弁護士になって、弁護士という立場から実績を積んで、まあ、テレビに取り上げられるようになって、林修さんもそうですけどもね、でそっから自分の本業を超えたあらゆる道に伸ばしていくっていうこともできると思うんですよ。だからね、何が言いたいかっていうと、あれがないからできません、これがないからできません、準備ができていないです、時期を待ってます、コロナが終わったらね、コロナが終わらないですよね。だいたいコロナが終わったら何かをやるっていう人は、別にコロナが終わってやらなくても今やればいい話なんですよね。特に自分の頭を鍛えたりとか金を稼ぐってのは、コロナがあってもなくても別に同じなんですよ。もちろん飲食店とかなんかね、コンサートをやるっていう最初から不利なものとか除きますよ。でもそんなことやりたいんですかね。いや、調子のいい時にコンサートマネージャーやったりとかね、イベントホールのなんか貸し出しやったりとか、それから飲食店やっても、調子がいい時にやってもうまくいかないですよ。そういうのは結構厳しいですよ。ということはどういうことかっていうと、今こういう現状が分かってるわけです。自分の得て増えても分かってるわけです。だからどのカードを使えば自分は一番有利なのかってことを探っていくっていうね、メカニズムに達すれば、どうやってもね、手取り14万にはなんないんですよ。でも自分の得て増えてを関係なく、なんか知んないけどね、向いてる向いてないとか、好きとか嫌いとか、なんかよく分かんないファクターで収入源を選んでしまうと、それはね、当たるも発見になってしまいますよ。で、ほとんどの人は当たらないんで、まあ、手取り14万ってところじゃないかなと思うんですよ。で、ここにね、何人かの人の例を出していきたいんですけども、特に自分の生まれが不幸だと思う方とか、自分の境遇では成功できないと思っている方、ちょっとね、考えてもらいたいんですけども、
松本零士さんっていうね漫画家の方いらっしゃいます。確か生まれたのは戦時中です。もうめちゃくちゃです千葉哲也さんも同じです。満州にいた時に戦争が終わったんで、本当にね野財家財を全部手放して隠れながら日本にね帰ってきたそうですよ。まさに丸裸で日本に来たわけですよ。でもこのお二人とも類まれたる漫画家になっていきました、ね、もう莫大金持ちですよ。それから今国会議員をされている参議院議員の船子さんという方と木村さんという女性の方2人いらっしゃいますけども、これは車椅子生活で首から下が動かない人ですよね。でも国会議員として国会の仕事を令和新選組のね旗の下やってますよね。すごいじゃないですか。なんでこの2人当選したんですかね。多くの人に知られたから、多くの人に応援してもらったから票が入ったんでしょうね、きっとね。まあ山本太郎さんの力も大きいですけども。でその他には乙武さんって方いらっしゃいますよね。乙武さんはなんかね浮気までしたそうですけども、逆にすげえなみたいなね、今 YouTuber として活動されてるんですか。いろんな講演会にも招かれたりとか言ってますけども、なんかちょっと名前忘れたんですけど、吉谷さんがよく名前出す人もいますよね。外国の方でまさにね顔と胴体しかなくって、それでトークでねなんかことを成してる人。それから YouTube の世界にはネタキリの社長ってのもいらっしゃいます、あとは噂大輔さんとか有名ですよね。17歳で半身不随、首から下が動かなくなって、それから年収1億というね、何なんだよと思いますよね、だからこういう方がいる、その人の目の前で私の状況は不利なんで何も挑戦できない、金持ちになれないのも成功しないのもしょうがないっていうふうに思えるかってことなんですよ。でもこういうふうに言うとね、またねかぶせてくるようにこういうふうな返事が来るんですよ。いや乙武さんとかね、なんか特別な人ばっかり上げてこないでくださいよね。ああいう人は特別なんですみたいな、ね、橋本さんもそれから林修さんも船子さんも木村さんも乙武さんもみんな特別な人じゃないですか。ああいう人と並べって言われたらきついですよ、さすがにって言いますけども、違うんですよ、逆で考え方。金持ちになるってことは特別な人になろうとしてるわけなんですよ。だからそんな特別な人出してこないでくださいよじゃなくて、あなたが特別な人にならなくては特別な収入って得れますかね、特別な人生って送れますかね。だから何かにおいてなんかね、私の考え方が違うのかもしれませんけども、みんな真反対のね考え方やメカニズムや回答を持ってくるんですよ。だからなんかこう、そうじゃないんだけどなーっていうふうにいつまでも噛み合わなかったりするんですけども、私の考えに噛み合う人っていうのはやっぱりね特別な人になるためにもうすでに新しい道を歩いてますし、特別な人になってますよね。だからそれに気づけるのがいつなのかなってことなんですよ。まあ吉谷さんのところには30万払って18歳でねドリームアカデミー入った方もというか教材買った方もいるみたいですけども、私17歳の高校生が交渉してきて、速稼塾に入りたいけども今お金がないんで、じゃあ3000円を払います、そして1000円ずつ払いますみたいな交渉してきましたけどね。確かに30万円はその方持ってないし払えないですよね。あと親のやっぱり許諾も言ったんで、お父さんお母さんにもちゃんと私からお話ししまして、3000円といえどもねお父さんお母さんのお小遣いから出てるものですから、事情をきちんとお話して私の人間を知ってもらって、その上で入塾してもらいましたけどね。上は69歳だから今だったら71歳の方がいますね、私の場合は。でもね76歳の方も、77歳か、結構上は幅広いですよ。まあ、10代の方は非常に少ないんで12以下なんですけども、あとなんかねやっぱ5歳ぐらいの子もいましたね。なんかね親が速稼塾入れたみたいな子もいましたけどもね、なんかいろいろですね。でもそのみんながね特別な事情を抱えてるんですよ。やっぱり特別な事情を抱えてるからなかなか成功できないし挑戦できないし、金がないからアプローチしてくるんですよ、だから細かいところは違ってもほとんど同じような弱さを持ってる人が集まってきて強くなろうとか稼げるようになろうっていうふうに考えてるんじゃないかなと思うんですよ。それこそね何不自由なく何も特別な人になりたいと思ってなかったらこんな動画見ませんからね。吉谷さんの動画も見ないですよ。今の自分の不利な状況を抱えてもなんとかなるんじゃないかなと思うから連絡してくるわけでしょ、だからなんとかなるのに、そのなんとかなる残り数少ないカードをね、これがあるよ使おうよ、これをやっていこうよ、そういう風にやっていこうよって言ったら、あれもダメこれもダメっていう風に当事者が否定するんだったらもうかけるはしごがなくなっちゃいますよ。だから少なくとも
こんな事情があるからできないっていう前に、まず一歩二歩進んでみたらどうかなと思うんですよ。まあ、例えばね、もうなんか画面は真っ黒黒でいいんで、 YouTube で喋ってみるぐらいのことできるでしょ。それこそこんにちは、おはようございますって言って終わりでもいいですよ。1秒動画ね。いや、そういうのをやってきてから何もできませんって言うんだったらいいんですけども、それすらやらない、もしくはそれをやらずに何か意味あるんですかみたいな考えになっちゃうでしょ。そんなことやっても稼げないでしょ、やらないみたいなね。だからはっきり言って、最初の動画が5秒だろうと10秒だろうと30秒だろうと3時間だろうと稼げないですよ。そんなのは稼げない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 を繰り返して稼げるっていう日が来るわけですから、何をやった日からね、稼げる稼げないって論じてるのかってことなんですよ。だからこれも稼げない人のメカニズムです。私はたまたまやったそばから稼げましたけども、これはね、たまたまだって私も認識してるし、運が良かったと思ってるんですよ。だから多くの人は、例えば3ヶ月は1円にもならないよとか、1年は何ともならないよと、でそれでもできるんだったら稼ぐ道ってのは開けてんじゃないのと。こうやって情報発信の収入ってのは二次関数なんで、最初はずっと横線なんですよ。で、ある時にブレイクする。なんでブレイクするかっていうと、今までの蓄積が生きてくるからなんですよ。でも蓄積をしないんだったらね、蓄積しようと思わないんだったら、どこでもブレイクしないですよと。ずっとゼロが続くだけ。そして残り時間のゲージが減るだけ。これだけなんですよ。いつまで経っても好きな女の子とは付き合えないし、いつまで経ってもかっこいい服や車は手に入らないし、いつまで経っても恩ある人に恩返しもできないし、結婚式に祝儀を持っていくこともできない。ただそれだけなんですよ。その中で残された選択肢の中で、自分が幸せだったと思えるようなものを無理やり探すしかないんですよね。でも単純比較はできませんけども、お金と時間があったら幸せになる可能性は格段に増えると思いますよ。そのためにも私は手取り14万ではなくてね、手取り20万、50万、100万を目指してもいいんじゃないかなと。十分それに見合ったお釣りが来るんじゃないかなと思うんですよ。で、何かやった結果何もなんなくても、別に手取り14万が変わらないでしょ、うん、だったらやってもやらなくても同じなら、とりあえずやったっていうものだけ残したらどうかなと思うのが私の結論ですけどね。とりあえずダメだったけどやってみたぜっていう風な経験が生きることってないですかね。じゃあ最後に、私がね、ダメだったけどやってみたっていうことで、いまだに私はね、自分に誇りだと思ってることをちょっとお話しすると、まあ一つはね、大学受験ですよね。不合格だったんだけども、青山学院大学を受けといてよかったなと思いました。不合格だったんですけどね、なんせ会場に行って受験をしたという、なんかやるだけやったってところが残ったんですよ。願書も書きましたしね、青山学院大学っていうのは、私が高校卒業した時には私自身大学なんて進めるようなそんな学力がなかったんで、奇跡のね、B 判定だったんですよ、青山学院大学は。模擬試験で、模擬試験をなんかずっと受けながら、最終的に直前の模擬試験で B 判定を取って、ひょっとしたら合格するかもしれないなと思いまして受験に行きましたね、挑戦してよかったと思いますよ。だからやっぱり E 判定から B まで、私は青山大学院大学不合格だったんだけども、一歩でも二歩でも近づいたわけですからね。で、あの経験はやっぱり未だに私を支えてくれてて、ダメでもいいからやってみようかなっていう気持ちはそれからずっと持つようになりましたね。まあ、そんな経験しなくてもモテる人はね、羨ましいと思いますけども、一歩も踏み出さないうちに、どうせダメだろうから最初からやらないってことでしたら、少なくともやったっていう記録すら残んないんですよね、記憶すら。もったいないなと思いますよね。もうちょっと似た例えでね、小学校の時に好きな女の子ができました。例えばね、勇気が出なくて告白せずに終わりましたっていう人生の思い出がいいのか、それともダメだったんだけど思いは伝えることができた、告白することができて青春の1ページになったっていう思い出を持ちたいのか、どっちかなってことなんですよ。いや、私はね、振られてでもいいから自分の気持ちを伝えたっていう風な人生を繰り返した方が、まあ、良かったんじゃないかなと思いますよね。ダメだったんだけどもやってみたみたいなことをね、たくさん積み上げていくのも栄光の記録だと思うんですよ。でも結局はやらなかったってことだったら、何なんだろうなと思っちゃいますけどね。だから金持ちになれるかどうかははっきりと分かりません。誰もが光くんになれるわけではありません。でも光くん目指してやってみたんだとかね、この前の柴田さんじゃないんですけども、負けるにしても俺は逃げずに挑んだぜっていう風なのも
もう一つの勲章なんじゃないですかね。まあでも柴田さんね、竹原さん押してましたね。すごいですね。勝敗はつかなかったけども、私は柴田さんにね、ほんと見直しましたよ。今までまともに動画見たことなかったんですけども、これから柴田さんの動画もちゃんと見ていこうかと思ってます。それでは、いってらっしゃい。